はい、えー、こんにちは、レトスノーノです。3月16日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。才能は有限だが、努力は無限。人は生まれながらにして、大きい小さいはあっても、何らかの才能はあります。しかし、その才能を生かすも殺すも、本人の努力次第です。才能があっても努力しない人、才能はなくても努力する人、結果は努力する人が勝ちます。卓剣試験レベルであれば、才能はほとんど関係ありません。 これまでたくさんの受講師様に合格していただきましたが、皆さん努力して勝ち取った合格です。最後に後悔しないためにも、努力を惜しまず頑張っていきましょう。最後に一郎選手の言葉をお送りいたします。僕を天才という人がいますが、僕自身はそう思っていません。毎日血のにじむような練習を繰り返してきたから、今の僕があると思っています。僕は天才ではありません。では問題に入ります。 A が B に代理権を授与して A 所有の土地を売却する場合 B が売買契約をする前に A が死亡した場合 B は当該土地を売却することができないルかツかという問題です考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは○ですね代理権っていうのは本人が死亡もしくは代理人が死亡すると代理権消滅します 今回の問題で言うと、売却前に本人 A が死亡してます。そのため B の代理権は消滅するので B は当該土地の売却をすることができません。まあ、この問題は代理権の消滅自由についての問題なんですねで。代理権の消滅自由は死亡以外に破産手続き開始の決定だったり、貢献開始、解約告知があります。でお持ちのテキストにはおそらく表になってるんじゃないのかなと思います。 ただ、この表をですね、すべて覚えるのって正直厳しくないでしょうか。だいぶきついと思うんですよね。内容的にも、量的にも多いからです。覚えようと思っても、その時覚えた気持ちになっても、2週間経てば忘れてしまいます。まあ、これが不合格者の典型例なんですね。では、どうすればいいのか。理解をすればいいんですね。理解をすれば忘れにくくなります。 で、まあ今回ね。あの理解の仕方までお伝えできればと思ってるんですが、やはりちょっと解説長くなっちゃいますので、この点については個別指導で解説させていただきます。で問いにですね取引所の交付を受けようとするもの。取引資格試験合格の日から1年以内のもの、または登録の移転に伴うものを除くは都道府県知事が指定した講習を。 交付申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない。丸るかツかという問題です。え答えはこれツですね。90日前から30日前まで。ここが誤りです。宅券証の交付を受けようとする者、取引証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事が指定する講習、これ法定講習って言うんですけども、法定講習で、 交付申請前の6ヶ月以内に行われるものを受講しなければなりません。つまり、交付申請する6ヶ月以内の間に、この法定講習を受けてくださいねって話です。つまり、今回の問題は90日前から30日前となっているから誤りなんですね。でちなみに、えー、宅券試験に合格した日から1年以内に、えー、宅券証の交付を受けようとする者は、えー、この講習、法定講習を受講する必要はありません。 また、ここにも書いてある通り、登録の認定に伴うもの、このものも、法定講習を受講する必要はありません。で、この本文のように、何々は除くっていう言葉が入ってくると、問題文がわからなくなってしまう方、意外と多いんですね。あなたもそうじゃありませんでしょうか。まあ、なんとなく、問題文のこの90日前から30日前までが、これ違うから誤りと答えているようでは、本試験で失敗しちゃうんですね。しっかりこれ理解しないといけないんですよ、この問題文を。 実はその理解学習を実践できればこののぞくっていう問題が出ても簡単に理解できるんですね個別指導ではこのように問題文の理解の仕方、ここもお伝えしてます理解学習ができれば卓球試験は実は簡単なんですねなんでぜひマスターしてください一番最初にお伝えした通りその理解学習に変えていく丸暗記学習はやめて理解しろこれっていうのはこういった問題文の理解も含むんですね解説の理解だけじゃないんですよ こういった問題文っていうものをどうやって理解するかっていうところまで自分自身で勉強しないと一向に点数上がってきませんのでもしえ自分自身でこういった問題文の理解できないっていう方は個別指導をご検討いただければと思います今からであればまだ間に合いますんで一緒に勉強して絶対合格しましょうで問い3ですね 住宅の居室、学校の教室、または病院の病室は、防火上支障のない場合は、地下に設けることができる、丸かツかという問題です。で、答えはツです。まず、地下なんですけども、地下っていうのは、地下室のことです。で、地下室っていうのは、湿気もこもりやすいし、大雨の時に浸水する可能性もあるので、建物を建てる際に気をつけておく必要があるんですね。したがって、 地下室については床とか壁とかの防湿、防水の措置など衛生上必要な技術的基準に適合していれば地下にも居室、これを設置することができます。で今回の問題っていうのは防火上って書いてあるんですよ。防火上支障のない場合、これが誤りなんですね。正しくは衛生上です。衛生上必要がない場合は地下にも設けることができるというのが正しいです。 まだチャンネル登録していない方は上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓検合格目指して一緒に頑張っていきましょう。